はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯はジャーマンポテト、ジャーマンポテトみたいな、ジャガバタ、ジャガバタベーコンで、ジャーマンポテトで、昨日の天ぷらの残りで卵とじで、味噌汁の出汁取った鶏皮ので作った鶏皮ポン酢で、この前の中華にちょっと味変したやつ、中華じゃないわ、春雨サラダに、味変したやつ。味噌汁はね、そうめんの節、奈良のね三輪でよく売ってんだけどね、奈良の人はよく食べるそうめんの節、結構美味しいんでね、ぜひ奈良行きたら買ってください。今回カボスを買ったんやけど、これを使って、これで今日の晩ご飯です。いただきます。はい、ではいただきます。今日もね、一緒にご飯です。まあ、グダグダ言うやつ買うからね、ややこしい話になったけども、この人一緒にね、ご飯を食べてる風景を見ながら食べる方法って、その子のために配信というか、こっそりやっとってんけど、コメント欄で騒いで、あこやとか言うから、ふざけんなよって感じ。なら機嫌悪い、たまりませんわ。あれちょっとポテト硬いかな。もうちょいレンジした方がいいかな。これいける？なんかポテト硬ない。いける、これで。もうちょいややこした方がいい。ドイツ人みたいにぐちゃぐちゃできへん。ドレンチにしていきます。ちょっとこれはいいかわ、どっちでもいい。今食べらんぐらいの5分ぐらいレンチにして、結構ええ時間炒めたんやけどな。これナスどこ行ったよ、お前は。ナスを取らないと子供が嫌がるでしょ。まあいっか、卵とじをね、あー、おいしい。とはおかしい。LINE のね、こういう使い方もあるんよ。LINE ね、わけわからんこと余計なこと出てくるから、そのことの関係に日々入ったら責任取んのかって話よね。ふんふんや。今日この後ライブでちょっと言ったら腹立ってきた。連絡取れん。なんかおかしい。ネットが不良。バター効いて美味しい。
おかわり、うん、開けると、大丈夫？ネットワークかもしれない。再起動してるのかな。卵とじはいいやろ、うん、ブロッコリー、何ブロッコリーだよ、うん、食べてほしい、うん、ブロッコリー体にいいで、うん、うん、おいしい、なんか食欲戻った？昼食欲なかった、ちょっと戻った、食わなかったおかわり、おかわり聞いて、うん、あんま入ってんの、でおかわりでね、3号全部ペロッといきましたおかわり行ってきた、こうやってね、みんなが食べてる風景を見ながら食べてくれてる、うん、まあ、ちょっと昔からね、知り合いで一緒に食べたいって言うから、最近ちょっとね、やってるのよ、こういうのガチャ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 、やめてほしいわ、本当に、死にませんが、嫌がね、うまかこと最初にちょっと丸かったけどね、ごめん、ちゃんと自動で話そう、うん、そうめん、うん、できる限り動画ではバレないでしょったけど、チラッと映っとったよね、バレてしまうのなってのが見えたけど笑いごっちゃないやん、急に何分何秒のとこで手を振ってますとか言って書いてたけど、だけんだよ、まさかあのコメント、あ、コメント持ってなかったけど、
うん、おいしい。出るわ。今日はいろんなもの使ったり残ってたもんやから新規で使ったもんほぼないし、一枚で買ってきたものね、残ってたものほとんど使った。東京今1000円ぐらいしか使ってんじゃんかな、うん、パンを使ったからパンで半分使ったね。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、ジャーマンポテトのようなもの、昨日の天ぷらの卵とじ、鶏皮ポン酢でした。おいしかったです。ごちそうさまでした。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。残念。バイバイ。